アルビレックス新潟のファンサポーターの皆様、本日はアルウィンにお越しいただき誠にありがとうございます。この日は我が日最高のゴールのために声援を送りつけ、ナビスコ杯の予選リーグを締めくくるにふさわしい素晴らしい試合を作っていきましょう。それでは2010年 J リーグ山崎ナビスコカップ予選リーグ第7節、松本山雅 FC VS アルビレックス新潟。まずはアルビレックス新潟のスターティングメンバーを発表いたします。アルビレックス新潟スターティングメンバー、背番号27ゴールキーパー森田達也、背番号4ディフェンダーマイケル・ジェームス、背番号3ディフェンダー大井健太郎、背番号5ディフェンダー前野貴則、背番号13ミッドフィルダー加藤勝、背番号25ミッドフィルダー小泉圭、背番号24ミッドフィルダー川口直樹、背番号7ミッドフィルダーコルテース、背番号34フォワード平松修、背番号11フォワード指宿博、背番号14フォワード田中達也。続いてリザーブの紹介です。背番号1ゴールキーパー黒川孝也、背番号2ディフェンダー大野和成、背番号6ミッドフィルダー小林勇気、背番号18ミッドフィルダー丸岡翔、背番号23ミッドフィルダー山本光介、背番号9フォワード山崎良平、